はいどうもこんにちは、霊夢です。マリサだぜ。お久しぶりのフランですよ。ということでマストやります。いやどういうことで、まさか霊夢、あれをやるというのか。フラン、何か知っているのか。何も知らない。いや知らないんかい。お前らもまだまだだな。マットはな、SNS 界でも最強と名高いモッドだ。あのさ、一つ聞いていい？なんだねマリサ。その呼び方やめろ、腹立つ。いやさ、なんでといてからやらないの。それでは開始。おい無視すんな。ドキドキ。お前は一遍怒られてこい。アリーナへようこそって、ちょっと待って、早い早い。悪いな、今回はストーリーはスルーだ。マットさんかわいそす。ニャナカシは、え？もしかしてプエスって言ってたのフランだったの？この FNS 界に散らばるプエスの管理者だったの？プエスの管理者とは。てかさ、なんでマットが FNS 界最強と恐れられてんだよ。こんぐらいの譜面だったら、俺でも打てるぜ。大して先輩構文やね。君は知らないだろう、この男の恐ろしさを。今では数多くの海外ファンがマットを制作している有名人なのだから。ちなみに私のファンの一人です。で、ただうんこマン、顔面検査金、妖怪天君タイプマン。ひどくない。そんなことよりマットの譜面気持ちよすぎだろ。で、ただ流行りに乗りたがある。そういえばお前がやってるんだったな。指出しの覚悟はできております。いや、重くね。いや、全然冗談じゃないぞ。後半じゃ死ぬほどの様子が流れてくるんだから。マジかよ、終わってんな。帰り際用意しとかないと。いや、どうやって付け替えんだよ。お前なんなんだよ。これはあんまり難しくないな。いや、はや、ふんね。安心しろマリサ、後半ではこれ以上の速度で3倍以上のノを作るんだから。紙だけじゃなくて譜面までぶっ飛んでんのか、この男は。マットさんに失礼だろ。ごめんさい。あれだな、そろそろ話ネタなくなってきたな。いや早くねえか。これでもうつ主は頑張ったんだぞ。毎日こんな顔しながらネタ考えてんだから。いやキモすぎだろ。そろそろプレイに集中するか。ところで、霊夢は小さい起動してるんだ。私は最初 WASD だったんだけど、DFJK を使い始めたらもう WASD には戻れない体になってしまったよ。なんか怖いわ。でもそれぐらい安定感がすごいので皆さん使ってみてください。いや何が？いや、まだまだ弱いラッシュだな。これで弱いの？こういうラッシュは成功が読み取れば簡単だからね。
一体3曲目はどうなっているのか。桁違いの難易度になるよ。私は GF の首が心配。あそこかよ。わー、早い。さすがにこの速さだとストップな。いや、お前ならいけるだろ。ちょっと集中するわ。短かったようで長かったぜ。でもこれで終わりか。終わりませんが、なんとこちらのモッド。ウィークさんのであります。よせ霊夢、この男がシリーズ完結させたことあるか。投稿頻度上げろ、ケーキ。まあちょこちょこ上げてくんで、よければチャンネル登録して気長に待ってくれると嬉しいぞい。それでは、バイター。